基金、礼金なし、築年数1年未満の物件で一人暮らしはどうですか？動画の最後にお得な情報があるのでお見逃しなく。今回ご紹介するのは緑ヶ丘駅徒歩5分の 1LDK。 ドアを開けると広めの玄関、シューズボックスは小さめですが上に物が置けるのが便利。その奥はトイレでウォシュレット、棚付き、次は水回り、洗濯機置き場もまとまっているのが便利。独立洗面台は鏡裏と下に収納があります。お風呂は少し小さめですが、シャワー派の人なら問題なさそうです。洋室に入るとすぐに収納スペース、日用品入れに良さそう。キッチンは IH タイプで掃除がしやすそうですね。収納もたっぷりです。 LDK は 8.1 畳ですが、大きな窓が2つあるので広く見えます。スライドドアを開けるとベッドルーム出現。なんとこちらにもエアコンと窓付き、季節を問わず快適に過ごせそう。またクローゼット付きで外にも収納スペースあり、物が散らからずに済みそう。さらに宅配ボックス付きでゴミ捨て場も清潔でした。 LINE であなたの住みたいお部屋を一緒にお探しします。もしかしたらお得な情報をゲットできるかも。ぜひプロフィール欄からチェックしてみてくださいね。